町の駅は地域住民や来訪者が自由に利用できる休憩場所や地域情報を提供する機能を備え、さらには地域内交流、地域関連系を促進する公共的空間である。歴史的建造物を活用した町の駅、秋虎の館具体的には公共、民間を問わず広く人々が入ることができる施設が町の駅となり、トイレ、 休憩場所等を来訪者に提供するものであるが、現在全国の町の駅のほとんどは小売店舗である。また町の駅となった施設内には観光パンフレット等が備えられており、施設の代表者や従業員が町の案内人となって来訪者に観光地等への道案内を行うこともある。施設が町の駅になるには町の駅連絡協議会が定めた町の 駅設置要項に基づき同協議会事務局に設置申請をし、認定審査を経て、同協議会への入会が認められることが必要である。そのようにして、町の駅となった施設は、町の駅の名称を名乗ることができ、さらに同協議会が定めたシンボルマークを内外に掲示することができる。町の駅の名称及びシンボルマークは、同協議会が商標登録しており、 それらを無断で使用することはできない。名称については、町の駅の理念を共有することを前提として、1、地理的条件、運営目的などに応じて、個性ある名称を名付けることとされる。例えば、鹿児島市にある薄木駅付近にある薄木商店街が設置した交流施設は、町の駅薄木と名乗っている。ただし、例えば菓子店が町の駅になり、 地域の情報の他歌詞についての情報提供もできるとアピールしたいときは歌詞の駅と名乗ることもでき必ずしも町の駅とする必要はない地域活性化の手段として注目を浴びている町の駅設置要項によれば町の駅の機能として以下の4つがあるとされている道の駅と町の駅は地域への来訪者にトイレ休憩場所を提供し 観光案内等様々な情報を発信するという機能面ではよく似ている。しかし、町の駅は以下の通り道の駅とは違った特色を持っている。2019年3月31日時点の町の駅数1611駅日本で一番設置数が多い都道府県は栃木県の190カ所で、その中の101カ所を鹿沼市が占め、 一つの自治体の設置数では日本最多である。ありがとうございます。